おはよう。おはよう。最近コンビニのおもちゃがお気に入りだね。おはよう。おはよう。お休みの日なのに今日は自分で起きてきたね。うん。偉いね。昨日の夜さ、朝食べるようにパンの生地を仕込んどいたもんね。それを今日焼いて食べようね。うん。じゃあ準備するね。今日は何作るんですか？目玉焼きと、あ、ベーコン一緒に焼くの？油入れすぎ注意ね。ストップストップで伸ばしてね。入れすぎたけど大丈夫。潰れちゃったね。だから取れた。全部は多いと思う。全部は多いで蓋。で火止めてね。お皿に乗せてね。自分のお皿先に近くに持ってきた方がいいよ。目玉焼きはさ、味が何もついてないけど、塩か醤油かなんかつけないの？ストップストップ。そんなコメントできるようになったんだね。いただきますわ。はい、どうぞ。ね、チュッパちゃんはちゃんと焼けるまで待ってくれたもんね。ちょっと熱いよ。どうですか？パンだけでも食べれる？うん。ピタテが美味しいからね。ママ何作る？え？何作るの？さあ何作ろうかな。チャーハン。チャーハン？今日？全部入れた。ありがとう。で、5分ほど待つね。じゃあおにぎり作って。混ぜる。うん、混ぜてから。チュッパちゃんもお兄ちゃんがやってること見てくれたら覚えれるよきっと。入れた。今日は冷凍のわかめご飯にしらすを混ぜたものと味噌汁、カレーの揚げ焼き、切り干し大根の煮物です。私はきゅうりの漬物もつけました。持ち方も上手になってきたね。もうご飯はいつも残したりするから、もう今日はおにぎりに2つにしちゃったからね。
もうこれで食べんかったらもう一個にしないといかんね。ぽっくんは自分からおにぎり3つでいいって言ったから、自分で作ったから食べてよね。うん、おにぎりは2つ食べたね。味噌汁も飲めるだけ飲んでね。切り干し大根は食べてないね。あ、おにぎりもまだ残ってるね。うん、もうお昼寝するよ。おむつ替えたからね。で、ぽっくんはどうするの？お昼寝は、ね、しないのね。アンパンマンは？アンパンマンはどこ？向こうに置いといたよ。置いといたって、兄ちゃんが。チョコレート。チョコレート？寝起きでもうチョコレートか。兄ちゃんが大きなうちに食べちゃって。じいちゃんとこ行くってこと？迷惑かけんようにね。はい、行ってらっしゃい。は何おかわり？猫と赤。あ、芋餅とひじきご飯ね。うん、ご飯はまたおにぎり？うん。わかった。丸のおにぎりでいいかな？うん。ちゃっぱちゃん、ひじきご飯と芋餅は食べたね。おかわりなの？おかわり。そうなの？おにぎりがいいの？おにぎりと。うん。おきてもくれた。わかりました。ぽっくん、喘息のお薬入れて。全部入れてよ。全部飲んだ？チュッパちゃんはないよ。これ喘息のお薬だから。これ氷で入れてあるからね。そうだよ。じゃあチュッパちゃんも歯磨きした後にねんねんだよ。あと肩だけもね。そうだよ。